はい。右上が牢屋ですね。このマップのね。で、この分岐点に帰ってきました。で、ここですね。さて。金の動く石像。おお。これは中ボス戦ですね、多分。強そう。あ、待って、戦闘 BGM がボス戦に切り替わった。でも、4体いるんで、ちょっと高速のままで行きますね。溜める、溜める。タンバリン。多分、中ボス扱い。どうしよう、スクルト撃とうかな。なんか物理っぽいですよね。ですよね。強っ。これは困ったね。どうしたもんかな。溜める、タンバリン、ベホマなんだけど。まあ、最初のうちはしょうがないね。耐えるしかないよね。あ、でも間違えたな。ベホマよりザオリック撃った方が正解だったかもしれないな。お、溜まりきった。一体でも倒せればだいぶ違うんだけどな。あ、痛恨入ったか、でも。これはこうなったら攻めるしかないな。さみだれるのと、うん、ここで寄らずに撃つのと、ベホまで。一体でも倒せれば、多分、ゲルダ復活させて大丈夫になるでしょう。一体でも倒せば。あ、強えなぁ。相当厄介ですね、こいつね。ゼシカ狙いすぎ。ここはみんなで復活を目論むか。こうだな。タンバリン持ってるゼシカが先だ、復活は。いや、つえ。スクルト打ちたいな。うん、ピオリムも打った方がいいな。くここはみんなで回復にしようか。主人公ジェシカでピオリム打ってククールでスクルト打つ。いや普通に強い。舐めてかかったら負ける相手だなこれ。ベホーまあスクルト先に来た。テンションためスクルトなんで結構でかいと思う。あー、かなり違う。まあ痛恨は仕方ないね。これはこればっかりはもう。オッケーオッケー。よし、やっと攻撃に転じれるぞ。溜める。うん、溜める。タンバリン、ベホーマ。痛恨は防御力アップしてても、貫通してきちゃうんですよね。だからしょうがないんですわ。ただ、総難度も痛恨入らないからね。左で撃つのが通常攻撃で、右で撃とうとしてるのが、あれか、痛恨になる可能性のある攻撃だね。溜めます。一回スクルト撃っただけでこの安定用ですか。やっぱスクルトって偉大だわ。ドン。ドン。かわす。さあ行くぜ。逆襲だ。進撃だ。サミダレ好き。花吹雪って一回やってみたい。ゼシカ貯めます。ククールは、攻めます。オーディン棒に変えて、シャイニング棒。来た！あー、ククール上がんないか。主人公100はうまい。クリリンのことかー。花吹雪。あ、包まれた。マヌーサにかかったってことですね。あ、これは勝ったな。シャイニングボー。うわ。強かった。スキルの種、ありがとうございます。あ、厄介な敵だったな。奈落の祭壇、B1 終了。さあ、次 B2 ですね。なんか広いな。ぱっと見宝箱はないか。あ、違う、逆だ。あ、あるね。あるある。え、これ毒沼じゃない？
毒沼だね、多分。トラマナとかって覚えてないんだよな、誰も。どれくらい食らう？一回で4とかだね。じゃあ大丈夫かな。オリハル、マジか、オリハルコもらえるのか、すげえな。ここら辺の宝箱全部回収してった方がいいね。目視できるのはとりあえず2つか。反対側とかもあるんだろうな。とりあえずじゃあ、見えてるとこから取っていこうか。壺もあるのか。これ中敵だったりするとめんどくさいんだよな。古びと、あ失礼。古びと剣。あ、そう。なるほどね。この古びた剣がないと、ここでも覇王の斧ゲットできるのか。すげえな。古びた剣がないと、最強剣が作れなくて、で、この、今回この古のロトの剣があるじゃないですか。それにも使うっぽかったんで、2本ないとダメじゃねっていう話になってたんですけど、自分の中で。これで解決しました。2本ゲットできるんだね。小さなメダル、ライフを確認する。あ、どうせベホマとか撃つから。これ敵に被弾したらやばい。敵に当たったらやばい。戦闘が、やばい。金塊か。まあ、金塊は、まあでもいいや。あ、天の門番いるじゃないですか、また。やばい！みんな1じゃない？大丈夫か？あ、いやー、大丈夫。主人公が161あるわ。ククール先行取れるかな？どうだろう？ヘルギフト、一回戦ったんだけど、そんなに強くなかったけど、貯めた方がいいよな。防御してもどっちにしても殺されるから、先行取れなきゃ死ぬんだから、もう、やることは一緒だ。いつも通りでいいんだ。しょうがない。早えな、それにしても。貯めて、多分これ次のターンで倒せるんで、もう攻めます。サミダレ好き、タンバリン、ニードル、サミダレ打ち、早えな。OK。命の木の実。この地味にマドハンドっぽいやつがいるのがやばい。作戦満タンと。なんでそんなめんどくさいことするかな。ベホムは一発じゃないですかね。多分今の方が MP 消費してると思うんだけど、そんなことないのかな。壺がいっぱいある。小さなメダルが一つは入ってると予想。やった。ワンチャン二つあるかも。頼む。もう一個。ケチ。あ、まだ六つもあるじゃん。やった。命の木の実。あれ。あれ。入ってないぞ。あれ。おーい。フェイク多すぎ。でもいいや、一つ確保できたんで。さあ、さらに下ですね。いや、うまかったですね。オリハルコンに古びた剣に。ん？ループはしないよね。背景変わったもんね。このまま進んでればいいのかな。お、なんかそれっぽいとこに着きましたね。おお。これか、ジャハガロスっていうのは。すげえな、筋骨隆々なんてもんじゃないな、これ。おお、すげえ、新イベントですね。初めて戦います。どんな強さなんだろう。これはスクルト打った方が良さそうな雰囲気ですね。パッと見。
あ、四つ足ケンタウルス系なのね。強そう。あ、強そう。くそ、あの、いまいましい賢者どもめ、よくもこのジャハガロス様を石なんぞにしてくれたな。封印を破るのに無駄な時間を費やしてしまったわ。バカな、この波動はラプソーヌ様すでに復活されているのか。いかん、これでは我が輩の忠誠心を示す絶好のチャンスか。うわあ、己人間、己出現じゃ。うん、なんだ貴様らは。今気づくのか。なぜ人間がここに。まあいい、人間ども、我が輩は少々機嫌が悪い。あの忌々しい賢者どもを根絶やしにする前に、貴様らで嘘話だ。おお、強そう。嘘話言うけど残念、嘘を晴らすのはもしかしたらこっちかもしれないぞ。普通に戻してと。さあ勝負。ククールの MP がちょっと低いのが不安だな。貯めます、貯めます。タンバリ打ちます、スクルト。MP、吸収しよっか。あの技で。絶対物理攻撃強いから、こいつ、スクルト打ちます。どうなんだろうな。一徹カードあんのかな。あ、通常攻撃。わ、強っ。スクルト撃ってんのにこれかい。あ、でも一回しか行動してこない。これは勝ったか？貯める貯める、タンバリン。貯めまーす。一回行動だったら絶対勝ちなんだけど。あまり切らない。来た！ゲルダさんが貯まる。この場合は何？クリリンのことかでいいのか？かっこいい、ゲルダの100も。いいね。ジャハガロス通常攻撃70。これが会心痛恨とかになるとどれほど食らうかってところか。主人公攻めます。サミダレ突きいきます。扇の前いきます。タンバリン打ちます。ね、 MP 吸収でこれだね。精霊の矢だね。おー、強え。1116。オッケー、ククール先。MP 吸収できそう。おお、結構回復できた。これはうまい。え、終わった？早っ。全然強くなかったか。